わー、すごいな、今日すごいな。とりあえず うわ、こっちよ、こっちの方があれやな、あ、ほんまやな、ね、あら、あらね、今日はね、真庭市の落合というね、落合インターからの市民企画のあれだから、今日はこちらにね、おもちゃとか看板、ミニ展示とか書いてますね。なんかいろいろね、レトロな。絞り公園で見たよね。うわ寒いな今日も。やってないよ。あ、なんかすごい。そうだね、多分。どう注文するんですか。どれにする。でまあちょっと。何だろう。こう電話をする感じなんですか。ホルモンうどんとホルモンそばにしていただければできるんだけど、あ、じゃあホルモンそば2つの値段違う。あ、じゃあホルモンうどん1つとホルモンそば1つお願いします。はい、ほんだけこれ少し10分もかかりませんから、焼き鳥すぐも取れますから。あ、わかりました。はい、お願いします。はい、お願いします。中とかね、見たかったんですけど、こういう感じなんですよね。ちょっと中で車の中で食べる形になりますけど、はい、ちょっと待ちましょう。10分もかからないって言ってたね。そうですね。なんかね、もうあと3つしかないって言われてる。うどん1個とそばが1個。人気な、そばが2個っていう。人気なんかな。すごい、なんか中すごい見たかったけど。ね、看板が多分ね、看板店やってるぐらいですからね。うん。テイクアウトで営業してますと。びっくりしました。全然扉開かないんで、電話番号が書いてあったんで。うん、やっぱそういうことなんだね。でもこれ電話ってこと、こんだけ自粛してるってことは、やっぱそれだけ人気ってことなのかな。やっぱ人がめっちゃ来るから。あ、今日もだってまだ12、まだ1時来てないですからね。うん、もうないみたいなね、はい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、これに書いてますから。あ、はい、すいません。とりあえず文字分かれるかもしれないから。おお、サブめっちゃいい匂いするな。めっちゃいい匂いしますね。こんな感じでございます。うわ、こっちよ。やっぱこれもこっちね。やっぱり本当にザ・ホルモンうどんいただきたいと思います。これ、あ、このタレと絡んでいいですよね、本当に。ね、いただきます。ホルモンがね、これがいただきます。これを。でもこれはどこで食べてもめちゃめちゃ美味しいです。いや、
屋台で食べたら比べ物にならないぐらい美味しいです。本当にホルモンそば、もうこの匂いがもう違いますね。本当にいやもう屋台とは行きます、はい、行きますね行きますね行きます。おお、いや、おお、でもさっきボリューム的にはなんかそっちの方があれよね。あ、ほんまやね、雪だいぶ。おあら、あら、おつく、おお、ベチャベチャしないのがすごい伝わるね。あ、来た、これ。これが。ちょっとあの見た目があれですけど、なんかバラついてます。こちらで。うん、美味しいですか。いや、やっぱホルモンうどんとホルモンそばだったらホルモンうどんの方が絶対に美味しいって思ってたんですけど。ホルモンそばもやっぱりなんか焼きそばなんですけど、ホルモンがねすごいめちゃめちゃあって、そばも焼きそばもそれなりにいいけど、はい、どうせ食べるならホルモンうどんかな、うどんの方かな。ほんとホルモンうどんって僕 B 級グルメでね、もう、うん、特集されてますもんね、やっぱり、うん。でこの焼きそばっていうのがホルモン焼きそばっていうのが、うん、またこのヒルゼンにもヒルゼン焼きそばあるんだけど、また違うっていうか、あ、うん、感じだね。ちょっとうどんの方がちょっとピリ辛な感じなんですね。うん、ね、ごちそうさまでした。食べ終わりました。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回はですね、この落合の、インターから降りたとこすぐですかね、降りて左ですね、左をずっといたところの右手に、あるお店なんですけども、まあ、こちらいろいろね、その情報を調べてるたんですけども、その、まあ、某有名グルメ情報サイトとかに載ってなかったりとか、ちょっとね、苦戦したんですけども、まあ、もう一回ね改めて行って、あの時間とか調べたんですけど、こちらがもう11時、朝の11時から、夕方の14時までしかやってないということで、あともうその電話しないとね今の時期あの注文できないということなのと、やっぱ数量が限られてるということで、本当にもう屋台のね焼きそばみたいな感じになりましたけど、本当に屋台じゃないけど、すごい美味しいというか、そのピリ辛ソース味っていうか、ホルモンもね結構いい感じで、はい、まあ、この普通にお店としてねオープンしてる時はその中が結構レトログッズがあったりとか、普通に多分子供が行ってもすごい面白がるというか、すごいいい場所になるのかなとか思いますね。ぜひこのね、また営業がね完全に再開された時に、行ってもらいたいなと思います。はい、というわけで今日はありがとうございました。それでは、失礼いたします。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。